んにちは、いなこです。今日はじゃん、こちら3COINS のオンラインストアでまたいいなって思うものを見つけたので、こちらの購入品紹介したいと思います。いや、ほんと 3COINS っていいもの出してきますよね。しかもオンラインストアで買えるっていうのがいいですよね。まあオンラインストア結構ね、人気商品はすぐ売り切れちゃうっていうのはあるんですが、まあでも再入荷してる時もあるので、まあ、ちょこちょこチェックするっていうのがね、 3COINS で欲しいものを買うコツですかね。 3COINS ってまあ500円商品とか1000円とか、まあ、それ以上の商品もちょっと売ってますよね。今回は300円じゃなくてちょっと高めのものも買いました。ちょっと高めって言っても普通のところで買うよりは安いみたいなものを買いました。はい、じゃあね、購入したもの紹介していきたいと思います。まずは 3COINS に売ってるんだってびっくりしたんですが、じゃん、オートソープディスペンサー泡タイプです。はい、こんな感じのものなんですけれども、泡のハンドソープってだいたいこっちの手でシュッシュッってやって泡を出すじゃないですか。でもこれは自動でね、ここに手をかざすだけでシューって出てくるっていうグッズですね。今まで私こういうの持ってなくてちょっと憧れてたんですが、やっぱりこう手でシュッシュッって触ると、まだ洗ってない手のひらでハンドソープの上のシュッシュッってやるところを触るから、菌がついてたら次の人もその菌がね移っちゃうみたいな感じで、できれば汚い手でどこも触らないで手を洗えた方が本当はいいですよね。ちょっと使ってみようと思います。あとはじゃん、こちらもオートディスペンサーなんですが、オートアルコールディスペンサーです。泡ハンドソープと同じように自動でアルコールが出てきますよっていうやつで、大容量タンク、こっちは 350ml ですね、アルコールの方は。はい、こんな感じです。かわいい。玄関に置いといても全然嫌じゃない、シンプルな感じですね。オフィスとかなんかお店とかでもこれ良さそうですよね。使ってみようと思います。お家でのエクササイズグッズなんですが、じゃん、こちらエクササイズリング買いました。 3COINS で前からまあエクササイズグッズは売ってたけども、今回新しいデザインのエクササイズグッズが出たっていうことでいろんなやつあったんですが、私はこのエクササイズリングっていうのを買ってみました。はい、こんな感じのグレーですごいシンプルでいいですね。ここになんか文字が書いてある、 Change your body って書いてありますね。これはやる気の出るような文字ですね。こういう動きをすることで腕とこの胸の上の部分が刺激されて、ここら辺の筋トレができますよってやつですね。年齢を重ねるごとにどんどんこうね、何もしないと垂れ下がっていくと思うんですが、こういうのでね、しっかり筋トレしてちょっとでもまあシュッとしたボディを保ちたいですね。この手を持つ部分がすごい柔らかい絶妙な素材になってて、すごくいいです、持ちやすい。あとは300円商品なんですが、キッチンで使う便利グッズ、じゃーん、こちらの容器なんですが、ライスポットっていうことで、レンジで簡単に1合分のお米が炊けますよっていうやつですね。電子レンジに入れて10分でできるんですって。めっちゃいいじゃん、すごい。こんな感じのとってもシンプルで可愛いデザインなんですが、すごいですね、こんな感じ。小さいしゃもじ付きですって。これで作れるレシピみたいなのありますね。赤飯とか炊けるん
だ。おかゆ、おかゆいいですね。風邪ひいて病気になった時、おかゆ食べたいなって思っても作るの大変だったりすると思うんですが、一人分のおかゆが炊けるし、リンゴのコンポートとかも作れるし、蒸し鶏も作れるの、すごい。まあ離乳食とかね、小さいお子様がいる家庭にもいいんじゃないでしょうか。ちょっと子供の分だけ違う味付けのを作りたいわみたいな時も使うの楽しみです。こちら黒いフッククリップ買いました。こんな感じのね、とってもシンプルなフッククリップですね。結構強力なハサミ具合、フックにこうかけておいてちょっとした何かを挟めますよってやつ。キッチンワゴンが黒色なんでね、かけるのもいいかなと思って、この黒い感じかっこいいかもと思って買ってみました。いい感じ。あとはじゃん、キッズ便座フックです。便座の上に置いて使う、子供が使うね、小さい便座ですね。それをかけておけますよっていうやつですね。はい、こんな感じでデザインが可愛いですね。娘今4歳なんですが、トイレやっぱりね、大人用はまだ便座大きいので、小さい便座を大人用の便座に置いて使ってるんですが、トイレの床にボンって置いてあるんですよね。使わない時、掃除の時とか子供用の便座をこう取って床を拭くっていう、この作業手間ではないけれども、その作業がちょっとなくなっただけでも掃除がね少し早くできるっていうところで、やっぱり何かとこう物は浮かせて置いておいた方が床掃除しやすいっていうところで使っていこうと思って買ってみました。結構大きなフックですね。なかなかこういう大きなフックってないんですよね。1キロまでのものをかけられるんですって。いいじゃん、かわいい。ちょっと使ってみようと思います。はい、ということで今回は 3COINS のオンラインストアでいろいろと便利なグッズを発見したので紹介してみました。いや、いいですね、 3COINS。 こうね、白い色合いのものが多かったり、黒とかグレーとか、すごいね、分かってるなーっていう感じですね。何かの参考になれば嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。